はい、皆さんこんにちは、ゆりです。本日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、前からめっちゃ気になってたあの24インチコスメあるじゃないですか。あれを以前使ってみたところめっちゃ良かったんで、それをちょっと今回紹介していきたいと思います。この24インチコスメってこう24時間つけてても肌に優しいとか負担がないっていうようなコスメで有名やと思うんですけど、で、今回使っていくのがこちらのミネラルスティックファンデーションです。カラーは3色あります。ベリーライトとライトナチュラルです。今回私はナチュラルカラーを使っていきます。こうパッと見コンシーラーにも見えるファンデーションなんですけど、コンシーラー代わりとして使えるので、別でこうコンシーラーを用意する必要もなくて、まずとにかくめっちゃカバーしてくれるので、実際ねこのねメイクちょっと落として塗っていきたいと思います。早速ねカバー力もすごいので楽しんでみてください。そう、私ホクロちゃんがペペペペピーンってねカバーされていくの気持ちいいと思うんで、ぜひ見てください。じゃあ早速ベースメイクをやっていきましょう。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。まずですね、ミネラルコントロールベースカラーの1番ブライトピンクを使っていきます。中にパールが入っている感じなので、これを先にやっぱり塗っていくとファンデーションがより綺麗に仕上がります。でこう塗った時に分かると思うんですけど、肌が綺麗になるのと、こういう目元のところのくすみもねカバーしてくれて、で中にパールが、小さなパールが入ってるので、やっぱこっちと違ってすごくツヤ感が出ます。これ最初塗った時、こう塗る瞬間はすごいねスベスベしてるんですけど、塗っていくごとにかなりしっとりしてきます。次に使っていくのがミネラルスティックファンデの03番ナチュラルを使っていきます。こんな風にスティックになっててすごくねコンパクトで使いやすい。これをこんな風に猫のひげを描くようにねこう描いていきます。で私の場合このところちょっと結構赤みが気になるので、ここは塗っちゃいます。おでこですね。はい、こんな風にのせていきました。でこれで塗ったら次ブラシでパーッと伸ばしていきます。硬いんかなって思うけど意外にそうじゃないっていう、つけ心地が良くてめちゃくちゃ伸びがいいです。なのでもうすぐにこれでファンデーション塗り終わっちゃうぐらい簡単にできます。あとこうスティックファンデなので、わざわざ手に取る必要がないから手が汚れることがないです。なのですごく使いやすい。で特に私このほくろとかもね、結構このそばかす部分とかやっぱり人より結構多かったりするので、こうコンシーラーのようにちょっと軽くこう気になる部分乗せて、でこうちょっとね塗っていってあげるとよりカバーされます。このファンデーションなんですけど、カバー力あるのにこう圧迫感がないんですよ。塗った感じ、こう顔にファンデーション塗ってるみたいな圧迫感と、あとはのせてる感じがない。長時間つけてたりとか、あとは夜勤されてる方とか、なかなかこう化粧がね落とせる時間がないというか、その仕事が長くてとかやっぱあるじゃないですか。私もやっぱり朝から夜まで仕事の時もあるので、化粧しててもスキンケアできてるファンデーションなので、やっぱり長時間働く方とかにはすごくやっぱおすすめやなと思います。そのファンデーション自体も天然ミネラルの働きでこう紫外線とかも防いでくれます。あとはナチュラル成分にこだわってる方とか、特にこうお子さんいる方とかやったらこう顔スリスリするじゃないですか。子供がいてちょっと化粧するのが不安な方とかでも使っていただけるコスメです。でこれに軽くパウダーファンデーションをちょっと端のあたりにつけることで、よりですねよれを防止してくれます。はい、で仕上がりがこんな感じなんですけど、すごくこうツヤのある自然な仕上がりです。さっきブラシでこうやっていったんですけど、スポンジでやるとよりね自然で薄付きな感じに仕上がります。で私的にそばかすがすごくこう私みたいに多い人とかはブラシの方が仕上がりは結構こう綺麗にカバーできるかなと思いました。すごいなんかね密着する感じなんですよ肌に。でカラーの種類も3種類あるので使いやすいと思います。はい、メイクですね完成しました。アイメイクするとこんな感じです。オープニングの時とねやっぱりちょっと印象が違うような感じで、そこまでその厚塗りっていう感じは正直あまりないなっていう風に感じました。こう塗っていくごとにだんだん肌に馴染んでいくっていうのがすごくあります。ちなみにこのファンデーションクレンジング不要なので、こう洗顔だけで落とすこともできます。そのおかげで乾燥を防ぐことができるので、よりねお肌に優しくなります。でこうなんか大きさ的に本当にすごくコンパクトなので、持ち歩きファンデ
としてはすごくいいし、お直しもしやすいです。でスティックになってるので手が汚れることないですよね。なのでこうトン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 ってこうちょっと乗せて軽くこうスポンジでやってあげるとかするだけでお直しができるので、結構ね使いやすいなっていうふうに思いました。ちなみにこの24インチコスメはロフト、東急ハンズ、それからプラザなどのバラエティショップで買えるみたいなので、ぜひですねお近くの店舗とかに寄ってみてください。ぜひ気になった方は概要欄チェックしてみてください。それではまた皆さんお会いしましょう。バーイ。